えー、皆さん、こんにちは。林常宏です、えー。今回はですね、私が最近取り組みます、えー、レンタサイクル、えー、まあ、有料で自転車を貸し出す事業ですけども、そのレンタサイクル研究についてということで、えー、私がなぜレンタサイクル研究に取り組んでいるのかということについてお話をしたいと思います。レンタサイクル、皆さん借りられたことありますか、えー 私ももたままに借りますけどもじゃあなぜレンタサイクルに関する研究をしようとしているのかということですが、えー、一つはですねまあ、サイクル、まあ、自転車なわけなので、まあ、スルースポーツであるということですね。えー、それとお、まあ、私も地方地方に行きましたら、まあ、レンタサイクルを借りたりするんですね。えー、つまりその地方に出かけていって、えー、そういったレンタサイクルによって街並みを見たり。えー 観光地を訪れたりでですすす。ね、するわけですえしたがってこのするスポーツツーリズムのまあコンテンツの一つであるということですね。えー、私は今スポーツツーリズムも研究の対象にしておりますので、まあ、このテーマを選んでみたいと思ったわけです。え次にまあ急増するインバウンド観光客に対して遊べるコンテンツをまあ用意しましょうと。 今関西もですね多くの外国人観光客が、まあ、関空に降り立っててどどんどん急増してます、まあ、そうした場合に私は、まあ、分野がスポーツなのでどうやってそういうインバウンド外国人から来る観光客に対してスポーツを通して日本を楽しんでもらうかと。 いうことを考えた時にスル、うんまあ、スポーツって言ってもですねなかなかすぐに来たお客さんに対して、まあ、遊んでいただけるという素材を用意するっていうのがちょっと思いつきませんでした、まあ、スカイダイビングであるとか、えー、カヌーであるとかあそういったこう1人で楽しめる種目的なものだったら可能性があるんですがやっぱチームスポーツとかとなるとですねなかなか個人レベルで楽しんでいただくことは難しいと。 そうした時に思い立ちましたのがこの自転車を貸し出すというプログラムで外国人に楽しんでもらうということができないかなとまたこれから説明していきますけども私も台湾に伺った時に自転車を借りて街並みを楽しむということをしたりシンガポールでもレンタサイクルを借りて楽しむということをやらせていただきました、まあ、自転車だったらあそんなに難しいルールもありませんし えー、安全に気をつけて走っていただければ、まあ、それが一つのルールなわけですけどもあとはまあ技術もそんなに高いものが求められるわけではないと、まあ、そのような自転車のある意味特有な何ん,んですかね、えー、メリットを生かしたあそういうレンタサイクルによって、えー、お客さんにたくさん楽しんでもらうことができるんじゃないかなと特に外国人観光客ですね。 それでそのテーマを一つ選んでみたということです。さらにはお金を落とすエリアを広げると。まあ、先ほど来申し上げています、ますインバウンド外国からのお客さんをインバウンドというわけですけどもそういうインバウンド観光客に対して消費行動つまり購買物を買ったりサービスを利用したりっていうのはおそらく公共交通機関であったりとか まあそういうこう便がいい場所、デパートであるとか、えー、ショッピングモールであるとか、えー、まあそういったポイントに限られてくると思うんですけれども、レンタサイクルを借りることによって行動できる範囲が広がりますよね。まあ自転車ですから、そのポイントを中心に直,、うん、直径2メートル キロメートルぐらいのエリア行動範囲になるわけですそうするとそのエリアで、えー、商いをされているあビジネスをされているさまざまな商業関係者に対して、えー、そこで物を買ったりとか、えー、サービスを利用したりということによってお金,が広お金を使ってくださるエリアが広がるんではないかというような仮説ですね。そ、えー、それが広が広るこことでまたそこに その一帯に落ちるお金のボリューム量も広がるのではないかという仮説です、えー、続いてまあ日本より知ってもらうと、えー、どうしてもお交通の便がいいポイントとなりますと、えー、ある程度こう整備されたと言いますか えどちらかというとこう人々の暮らしから少しかけ離れたエリア人々の暮らしというかまあ日常の生活からですねかけ離れた場所にまあ観光客の方々がよくお越しになられるとそうではなくてより我々の日本人の生活するエリアに来ていただくことでえより日本のことを知っていただいて日本に愛着を持っていただけるんじゃないかなという意味でまあ日本をよりよく知ってもらう。 まあそこでは暮らしであるとか生活習慣であるとかあるいは文化であるとかまあ技術的な科学技術的なことかもしれませんまあそういう意味で日本をよく知ってもらうということができるのではないかということですねえさらにはまあスポーツ施設は必要ないとまあ当然自転車は競輪でもなければえ専用のスポーツー施設は必要としません まあ、特段言うならば自転車専用道路であるとか自転車専用レーンであるとか、まあ、そういうことがあれば別にそれに越したことはありませんけどもなくても構わないわけですでしたがって、まあ、道があればいいわけなので大きな設備投資が必要ない自転車を走らせなきゃいけない施設っていうことでですねしたがって自転車数十台それとそれを常設するようなポイントと。 いうようなものが設けられればそこから事業が始められるという非常にリーズナブルに事業が始められるということなんですね、まあ、そういうことも考えられますと、えー、最後にですけども環境に優しいとまあ皆さんご存知の通り自転車は自分で走るわけですから、えー、エンジンから排気ガスが出るわけでもなく、まあ、電気を消費するわけでもなく、まあ、自分の体力を使って運転するわけです。 そうすると当然地球に対する負荷も弱まると、まあ、そう考えて、まあ、このレンタサイクルというものを使って、えー、自転外、えー、地域のため日本のためね、えー、そういうことに貢献できるんではないかということでこのテーマを今選んで研究しているところですじゃあ今後どういうことをやっていくかということですけども、まあ、今後の展開としましてですね、えー、一つは「うめぐるチャリ」の調査 これはもうすでに進めておりますけれども、大阪駅の近くにグランフロントという商業,スポーツ施,設商業施設があります、大型商業施設ですけれども、その脇にですね、レンタサイクル、うめぐるチャリというのがあります。まあ、そこの利用者に対して、まあ、どういう目的で、そもそもどこからお越しの方ですかと、国内ですか、国外ですかと、その目的はなんですかとで、利用する時間帯でどういうエリアを走られますかと。 でその範囲でどういうふうな買い物をしたりサービスを利用したりしますかというようなインタビュー調査を、えー、既に行ってます、まあ、これによって、まあ、レンタサイクル事業による、えー、地域への経済効果的なものが測定できないかなということを考えています、えー、続いて、えー、その梅めぐるチャリ、まあ、大阪駅周辺なんですがそれを大阪駅だけではなくて京都奈良、えー、兵庫和歌山あ滋賀 等々、ねえー、まで広げて、えー、レンタサイクルに関する調査をやってみようと。えー、続いて、えー、コミュニティサイクルに関する調査、えー。レンタサイクルとコミュニティサイクルの違いはですね、まあ、レンタサイクルは A というポイントで自転車を借りたら、まあ、どこに行ってこようが必ずまた A という自転車を借りたポイントで返却しなきゃいけない。コミュニティサイクルはですね A、B、C、D というポイントがあったとしたならば A というところで借りた自転車を B、C、D それぞれのポイントで返却ができる C で借りたとするならばそれ以外のポイントでも返却できるというですねまあそういう差があるわけですけれどもそのコミュニティサイクルに関する調査これはもう台湾ではですね非常に導入されて利用されているサービスになるわけですけどもそれに関する調査も進めていこうと。 えー、4つ目かな、えー、自転車環境に関する国内外の先行研究の収集ですね、えー、これからあ日本もですね、2020年、まあ、東京のオリンピックにおいても、東京周辺をどん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 ,どん自転車にメリットのある環境、まあ、自転車に、えー、走るのに都合のいい環境をどんどん整備していこうという計画があると聞いてます。まあ、ロンドンンドで行われれたたオリンピックにおいててもそのようななこととが取り組みとしてなされた まあそれを機会としてですね我が国日本においてももっともっとその自転車環境を整備することによって先ほど来出てる自然に優しい環境に優しいですねそれから健康に優しいですね等々のまあメリットが発生するので自転車の環境をどん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 整備していくためには行政としてどのような課題があるのかとか。 えー、あるいは民間企業としてどういうことができるのかとかそういうような先行研究をどんどん収集して、えー、国内のそういった調査を必要とするような団体に提供していくということをやっていこうと思ってます。えーまあ、それらを含めて、まあ、自転車環境研究所の設立と、えー、今申し上げたような情報収集をし、まあ、実践的な、えー、できるだけ行政に対してあるいは民間に対して できるだけスピーディーに還元できるような研究をですね積極的に行っていき、えー、学会で発表したり、論文として投稿したりということを、まあ、有志ですね全国の有志から将兵研究員として募りながら、えー、ネットワークを構築して、よりボリューミーにスピーディーに自転車環境を日本国内で整備していくための体制を構築していこうというふうに思っています。 もも、やるんですけども、えー、大学生であるとか、えーまあ、高校生なんかでもそういうことに興味がある諸君とですね一緒に、えー、行動を起こしていきたいというふうに思っております、えー。今回はこれにて終わりにします。皆さんまた会いましょう。